ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。5分経過。シャバツなパス交換。リターン。もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。走り込んできた。ジャンプ、ちゃんと狙って打ってほしい。切れない。スライディング。ドリブル。抜かれた。ファーサイド。主審ファウルを取りました。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。これはゴールキック。過ぎたようです。キラーパスになるのか。ディフェンダーも必死です。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。行きます。ドリブル。
です。選手交代がありました。スローイン、ボールを外へ出す。シュート。ドリブル。フリーにさせてはいけない。中へ放り込む。ハイボールを競り合う。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。